こんにちは、マさです。先日、岩手県の中村寺に行ったんですけど、かの有名な金色堂があるんです。過去、いろんな仏像とか見てきましたけど、過去一番で感動しました。この坂道が結構急なんですけど、ここを抜けると金色堂があるんです。ちょっとね、オカルトっぽいですけど、この辺から空気が ガラッて変わるんです坂を6 0 0ルぐらい登ってきましたから汗がダラダラなんですけど急に心地よくなるんです宗教心は持ってませんけど何か感じるんですこの中に金色堂があるんですけど残念ながら撮影禁止なんですこれが金色堂なんですけど欧州藤原家の 初代当主が安置されてるんですですから900年ぐらい経ってるんですやっぱり何と言っても素晴らしいのはこの金です金色堂のサイズは5.5メートル四方で高さが8メートルなんですけどここで使われている金箔はだいたい15キロだそうです多分24金の 金箔だと思うんですけど、今日の価格でだいたい一億五千万ぐらいです。金閣寺で使われている金箔は、二十キロって言われてますから、だいたい二億円ぐらいです。全然関係ないんですけど、ツタンカーメンのお面は二十三金で十一キロだそうです。だいたい一億円ぐらいですかね。 ということなんですけど金っていうのは価格は関係なく人類を魅了しますよね私も金を持ってますけど最初は投資で買ってましたけど最近では趣味で持っているような感覚です金が好きだから持っているっていう感覚です好きだからこそ金についてたくさん知りたいなって思うわけです だから詳しいんです。だから金色堂まで行くんですよ。それが私の金に対しての答えです。1万円以降がそんなのどうでもいいんです。実はね。ということで、ぜひ皆さんも金色堂まで行ってみてください。非常に良かったです。では以上です。ご視聴ありがとうございました。